マイクロチップの魔術師は、バーナー臨時原作の SF 小説。脳と直接接続された、コンピュータ、ネットワーク上での匿名の闘争などといった、後のサイバーパンク的モチーフの先行作品として知られるが、SF だけでなく、ロマンティックな要素も含んでいる。脳波によるコンピュータとのインターフェースが可能になり、強力なネットワークが形成された社会で、 ネットワークを利用し楽しむ人々がいた。彼らは自身の真の名前を隠す一方、相手を霊属させるために真の名前を探り合ってもいた。スリッパリーは、そんな不法ユーザーの一人であったが、ある時、政府関係者に真の名前を突き止められる。政府関係者は、スリッパリーを脅し、郵便屋と名乗る者の正体を暴き、その目論みを明らかにすることを要求する。 各人が自由な外見を装うことができるコンピュータネットワーク空間において郵便屋は文字印刷を行う機械端末の姿をとっており会話方法は音声ではなく文字の入出力のみ質問されてから応答までにかかる時間も不定というユーザーである常時そのありさまゆえ発音役長から人物像を押し量ったり 返答してくるまでの通信時間から居住地を類推するといった背景を探ることも難しい謎の存在であった。旧したスリッパリーは同じく魔術師である美女エリスリナに協力を要請する。エリスリナは郵便屋が現実世界で一国家の政変に絡むほどの影響力を行使する一方、少しずつ別平面の魔術師たちを支配しているのではないかと危惧しており、 スリッパリーとの協調に合意する。彼女は様々な観察結果から郵便屋は地球外にいると推理し、あまりに突拍子もない説だが状況証拠に矛盾しないため、スリッパリーは否定しきれない。スリッパリーからの報告を受けた政府関係者は一生に不すが、政変が外部影響によるという可能性については認める。 スリッパリーのもとに彼とエリスリナの動きを把握している郵便屋からの宣戦布告メッセージが届く。スリッパリーが警告を与えるため、エリスリナと通信衛星内の別平面で合流すると、突如として衛星がレーザー照射を受けて機能停止に陥り、その内部にいた彼らは危うく行動不能に追い込まれ、かけた。表向きには偶発事故とされたが、明らかに、 郵便屋からの攻撃であった。二人は政府の協力を得て地球外通信の記録を調べるが空振りに終わる。また世界中の民間データセンターを調べ尽くすもごくわずかな活動の痕跡しか見つけられなかった。政府権限を利用できるうちに決着をつけるべく手を広げて軍事通信網にも侵入するがそのためにスリッパリー自身が政府から脅威に思われ。 所在地を爆撃されかける。通信に介入して、命令を書き換えることで危機を乗り越えたスリッパリーだが、さらなる攻撃を阻止しようとレーザー衛星に侵入したところで、地球の魔術師であるドンマックに吸収される。ドンマックの態度は、遠い即妙で、およそ人間らしかったが、エリスリナは、ドンマック本人はすでに死亡しており、今や、郵便屋に従属する模造人間に置き換えられていると、 考えていた。三者が兵器システムを含むネットワーク資源を奪い合う余波により全世界的なデータ破損が発生し、さらに政府がスリッパリー殺害を厳命した実動部隊を派遣するなど緊迫した事態となる。スリッパリーは激闘の中で追い詰められたエリスリナから真の名前と住所を聞き出すと、その情報を活用して彼女を救い、 高度な模造人間であることが明らかとなったドンマックを二人がかりで退ける。その後、ネットワーク上のドンマックに関連したデータを破壊し、あるいは書き乱すことで背後に潜んでいるであろう、郵便屋から処理能力を奪って無力化した。ついに二人は地球の全ネットワークを掌握するまでに至るも、互いに自制思想の権能を放棄することを取り決めた。エリスリナに先んじて、 全権を手放したスリッパリーは彼女を唯一の支配者としてしまったことに気づいて裏切りを恐れるがすぐにエリスリナも約束を守ったため安堵する。それから数ヶ月政府の支配下に戻ったスリッパリーはエリスリナとの接触を禁じられ自身が引き起こした大破壊の復旧作業に従事する。やがて関係のある魔術自然院の真の名前を教えるよう迫られると その任務に従うふりをして、監視の目を逃れ、エリスリナから教えられた住所を尋ねた。現実世界で、エリスリナ本人と対面したスリッパリーは、古きコンピュータ黎明時代を経験し、もはや式に思いを馳せるほどの老婆という彼女の蘇生を知る。別平面におけるエリスリナの発落とした様子は、記憶力や注意力の衰えを外部プログラムでサポートすることで実現されていた。 スリッパリーは心の中では若きエリスリナであるという彼女の気持ちを理解し受け入れる。エリスリナもまたスリッパリーと通じ合っていることを認めつつ、実はドンマックを倒した直後に郵便屋の正体を突き止めていたことを明かす。郵便屋はかつて政府がシステム保護の目的で試作した古い模造人間が緩やかに成長しわずかな自意識を獲得した存在だった。 不安定な応答時間などの奇妙な振る舞いは地球外にいたからではなく模造人間としては自分で作り出したドンマックに劣りリアルタイムの会話に応じるには能力不足だったことに起因していたのである。エリスリナはドンマックに関連するデータの中に郵便や自体を発見しその自意識構造を転用することでネットワーク上に自身の人格を複製する方法を思いつき 試みはすでに進行中であると告白した。今なら自分を止められるというエリスリナにスリッパリーは微笑みかけた。支配者の座を自らの善意によって降りたエリスリナは人類の守護天使たりうる。そして地球上の全システムがどれほど発展しようとも、その果てには彼女が待っているのだ。メタファーを駆使した全世界的なネットワーク。それは現実社会ともリンクし、 例えば衛星軌道上のレーザー兵器を操作して特定の個人を抹殺することもできる。そのサイバースペース上で繰り広げられる匿名のハッカーたちの活躍。匿名ネットワークの自由と脅威、それに対する国家機関の干渉、コンピュータの究極の可能性を扱い、後の SF に大きな影響をもたらした。単行本には人工知能の権威として知られるマービン・ミンスキーの 長大な解説がついている。True Names and the Opening of the Cyberspace フロンティアによると、ビンジがネットワーク上の匿名社会の可能性について気づき、この小説のプロットを思いついたのは、当時教弁をとっていたサンディエゴ州立大学の PDP-11 条での匿名トークセッションがきっかけだった。匿名ユーザーとしてログインしていたビンジと、 他の匿名ユーザーの間で互いに実名を解き明かそうという駆け引きが行われ、お互い相手の探索には失敗したが、セッション終了後、臨時は、これは SF そのものではないかと思ったという。原稿は、ヒースキットの LSI-11 乗で手稿を用いて執筆されたが、初行は8インチフロッピーディスク5インチフロッピーディスク、ハードディスクとデータの引っ越しをしている間に、 失われてしまった。順序としては、さらに前にブラナー・ザ・ショックウェーブ・ライダーがある。ただし、エリック・レーモンドが、ジャーゴンファイルで、サイバー・パンクの書き手たちを、イグノランス・オブ・コンピューターズなどと書いているのとは、対照的に、口実のように本作は、当時のコンピュータネットワークにおける作者の実体験が、反映している。ありがとうございます。